アイテム番号 SCP-436JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-436JP に指定される生物群は財団の収容に対して従順です。それぞれの生物を飼育するのに適した一般的なケージにて飼育してください。SCP-436JP の異常性について、事案436-1から、微弱ですが感染性があると推測されています。SCP-436JP の収容自体は一般的な生物飼育と同様であり、それゆえに今のところ飼育は自動で行われています。機械では賄えない飼育手順については現在 SCP-436JP の異常性に感染した研究員によって補填されていますが、必要ならば D クラスを充当してください。感染経路が不明であるため、可能な限り財団職員による接触は避け、収容室周辺に立ち入る際は無菌スーツを着用してください。説明、SCP-436JP は、収容以来、年間外見的なカレイを取っていないように見える。雑種のメスの子猫。成長のオスのメンフクロウ及びメスの成犬のゴールデンレトリバーです。DNA 検査の結果異常はなく、一般的な同種と同様の食事、睡眠を行います。SCP-436JP はお互いに極めて親密な関係を築いているだけでなく、とても人懐っこい、と形容される性格で財団職員の誰に対しても友好的な反応を示します。しかしながら、SCP-436JP の示す、信頼行動、は一般的なものとはかけ離れています。本来、SCP-436JP に指定されている動物の示す、信頼行動、とは、以下の通りです。子猫を喉を鳴らす。対象に自分の頭をすりつける。メンフクロウウー対象を捕食の意思なしに甘噛みする。ゴールデンレトリバー対象に抱きつく。対象を舐める。本来ならば見られるはずのこれらの行動を行う前に、SCP-436JP は口述の行動を行います。人間を含む生物に対して SCP-436JP が、信頼行動を実行する際、SCP-436JP は共通して、低い男性の声で、436JP 信頼反応語句、と指定される言葉を発します。本来これらの生物では発音できないはずの言葉をどのようにして出しているかは不明です。SCP-436JP が、436JP 信頼反応語句を発した際、それを向けたとされる人間、基本的には直近の1名の血管の一部はその体表に移動を開始します。被験者に選ばれた D クラスによれば、水面から取り出すように、対象の血管はそのつながりを保ったまま最も近い皮膚の表面を透過し、体表に露出します。抜き出される血管の範囲はその時々によって一定せず、手の甲の主要な血管のみが露出する例もあれば、全身にその影響が及んだ例も見られます。この際血管に一切の損傷は起きず、血管を抜き取られた生体組織はその生命活動を継続します。浮上する血管の中には、本来ならば血管が延長できる限界を超えて延長しているように見える場合もありますが、この事例で回収された血管のサンプルは本来の能力を超える延性を示しました。血管の延長自体は生命活動に影響を与えませんが、その際の変化により対象の他の血管部分には若干ながら鬱血が発生する場合があります。SCP-436JP の信頼行動、は鬱血が深刻に人体に影響を与えるほどに長期にわたることはなく、最長でも2-3分で終了するため、これによる人体への影響は今のところ報告されていません。血管が完全に露出すると、SCP-436JP はその部分に、一般的な同種が取る、信頼行動を行います。SCP-436JP は一様に血管の分岐部分を愛撫することを好み、それゆえ、最も取り出される可能性の高いのは心臓部周辺となっています。血管はこれらの行動によって歪みこそすれ、基本的に SCP-436JP によって損傷を受けることはありませんが、
この行動中は通常のナイフなどで別の人間が血管を切断することは可能です。また、侵害行動中に SCP-436-JP に対して過度に不快感を与えるような行動、強く叩く、思い切り体をつねる、無理に抱きしめると、押した場合、通常の生物と同様に、SCP-436-JP は対象に対して回避行動または攻撃的な態度を示します。この際、稀に血管に傷をつけたり引き裂いたりする場合があります。侵害行動の後、SCP-436-JP はそのまま対象から離れます。同時に血管は再び皮膚を透過して元の位置に戻ります。この際、血管に SCP-436-JP の抜けた毛や組織が巻きついていた場合はそのまま体内に飲み込まれます。血管にそれ以外のもの、例えば対象の毛髪やフケ、実験によって巻きつけられた紐などが付着していた場合、それらは皮膚を透過せず、そのまま皮膚の上に取り残されます。ポイ、1、事案、436JP、1、SCP-436JP は、ペットショップから警察への、異常な行動を示す動物、についての通報をキャッチされ、収容されました。これらの動物はすべて別のブリーダーから当該の店舗に降ろされたもので、彼らには異常性について全くの心当たりがありませんでした。収容から16ヶ月後、収容当初から SCP-436-JP の管理に当たっていた研究員に SCP-436-JP と同じ異常性が発現しているのが確認されました。SCP-436-JP 非営業者へのインタビュー2000年月日。対象、研究員。不起。SCP-436-JP はその異常性を軽視され、研究員は長い付き合いの中で SCP-436-JP に対して軽度の依存心を起こしていたと考えられる。統合博士、では、詳しいことを話してください。研究員、無理な話でした。あの子たちはとても可愛いし、それにものすごくよく懐いてくれていて、そこは問題にしていない。彼らの異常性についてはほぼ研究も済んでいる。君に何が起きたのか、そこだけを聞いている。三郎沈黙。私、子供。研究員は4年前に出産しており、普段は財団内の託児所に預けられていた。お迎えに行って、サイトからの、シャトルバスに乗ったんです。別のオブジェクトの報告書をまとめるのに手間取って、サイトを出たのは、10時を回っていました。子供も眠そうにしていて、バスの中で私にもたれかかって、それで、あの子の寝顔を見ていたら、やっぱり私も母親ですね。可愛いな、って。髪の毛が目に入りそうだったので、そっとかき上げようとしたんです。そうしたら、異常性が発現していたわけだ。君の、いや、君自身に。はい、私そんなつもりなんてなかったのに、なんだか急に、あれ、436JP 侵害反応語句を指す、を言わなくてはいけないような気がしてしまって、でも、私言いませんでした。絶対に、でも、6秒沈黙。以下、対象はすすり泣きを始める。言わなかったのに。それなのに異常性が発現したんだね。息子の髪に、私は触れられませんでした。ああ、血管が邪魔をして、息子の頭がマスクメロンみたいに真っ赤に埋め尽くされて、号泣。それで、君はあれを舐めたわけだ。最終的には。はい、結局。私撫でるだけじゃ満足できなかったんですの。録音終了。ポイ、2436JP 侵害反応語句。愛しているゆえに、だ、マーリン。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録。
またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。